はい、こんにちは、ゼロです。今日はですね、ちょっと今問題が発生してるっていう話なんですけど、この機材のね、お話を、結構このサブチャンネルを立ち上げた、最初の方でね、話をしてるんですけども、マイクを買いで、リミッターコンボですね、このベリンガーの MDX2600V2 っていうのを、導入しまして、でしばらく経つんですけれども、つい最近になってですね、ちょっとした問題が出てきてまして、それがですね、今ね、こういうふうに喋りで録音してますけれども、撮ってる音声にですね、ノイズが結構乗ることがあるんですね。で、実際その撮影した後の動画を見てみるとですね、もうずーっとノイズ入ってたりとか、もしくは一部分だけノイズがいきなりバスッと入ってたりとかっていう形で、どうもノイズがちょこちょこ、入るんですね。で、それもですね、ちょっとしたノイズだったらですね、ソフトウェアの方で多少補正してね、公開もしていいのかなっていうのもあるんですけど、実際ちょっと補正を試してみるとですね、とてもそういうレベルではない、かなりひどいノイズなんですよね。で、例えば今撮ってる動画の前回の動画なんかは、結局もう頭からもうノイズがずっと入りっぱなしで、結局2回撮ったんですよね。はい、ほんでその2回目の動画をアップしたような感じなんですけど、でね、なんでなのかなってちょっとしばらく考えてたんですけど、原因としてはですね、考えられるのはまずマイクね、でその後にあるプリアンプ、マイクプリですね。でその後につないでるリミッターコンプである MDX2600V2 で、こっからカメラに入るって形なんですけど、どうもね、このリミッターコンプじゃないかなっていう気がしてるんですね。で、なんていうのかな、結論から言うとですね、この安定するまでに少し時間がかかるのかなっていう気がしてます。なんかね、電源を入れてすぐ撮影始めるとどうもノイズが乗るのかなっていうのは、ここしばらく試してる感じだと出てきてる印象なんですね。で、プリアンプの方はその間ね、ずっとアダプター、 AC アダプターをずっと差しっぱなしで、電源は結構ずっと入ったような状態だったんですけど、このリミッターコンプに関しては結構LED で結構光るんで、必要としないとき、使わないときはメインの電源を押して消すようにしてたんですね。で、撮影するときに直前になってスイッチ入れるみたいなことをずっとやってたんですけど、どうもこの電源スイッチ入れてすぐこう撮影始めるとノイズが乗るっぽいんですね。なので電源入れてからですね、ちょっとしばらく安定するまでに時間がかかるのかなっていうのは、ちょっと印象として今ある感想ですね。これはこう確固たる証拠みたいなものはちょっとないんですけど、ちょっと使うときに注意しなきゃいけないことなのかなっていうのはちょっと今、感じてるところですね。で、この辺をね、今ちょっと疑ってるので、しばらくね、その辺を意識して使ってみて、ノイズがね乗らないようであればですね、やっぱりここが原因だったんだなっていうのがちょっとはっきりするみたいな形ですね。なので、またね、ちょっとしばらくして様子を見てですね、経過がどうなのかっていうのをちょっと報告してみようかなと、思います。なかなか難しいですね。買って当初は全然そんなことはなかったんですけどね。その時はですね、結局、このリミッターコンポの方電源入れてから、三脚を立て、で、カメラセットして、で、マイク入力をカメラに挿してみたいな、段取りをその間ずっとやってたんで、その間に、機器の方の、動作がね、安定したっていうのもあるかもしれないですね。途中からですね、今もう、三脚はもうこのまま放置してますし、カメラも今つけっぱなしになってるし、で、マイクケーブルもね、カメラに今差しっぱなしの状態で、もうほぼ置いてあるんで、で、RX100M7 はね、だからもう三脚の上にもうずっとセットしっぱなしになってる状態なんですよね。以前はこう一回一回セットし直してたんですけど、
今もう結構ヘアドリーの頻度が高くなったんで、今ずっとセットしっぱなしなんですけどね。ただそれもあってちょっと安定するまでの時間をこう、なんていうんだろう、自分の方でこう改善してね、短くしてしまったんで、こういうことが起こり始めたのかなっていうのはちょっと印象ですね、なので、もしね、同じ、機種モデルですね、使ってらっしゃる方がもしいたらですね、ちょっとその辺も気をつけた方がいいのかなっていうのをちょっとお伝えしていこうかなと、はい、思います。ってな感じで、はい、今回の動画はこのベリンガーのね MDX2600V2 に関するノイズですね、これの話を少ししてみました。はい、ぜひ気をつけていただければなと、はい、思います。先ほども言った通りね、また後日ちょっと経過観察みたいな形の報告はこの動画で、またね動画で上げてみようかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ってことで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。